君。十味思想のお店でございます。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。本日は日本語指導が必要な児童生徒についてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。平成28年度の日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査で、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は3万4335人で、前回の調査より 16.7% 増え、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数は9612人で 21.7% 増えていると報告をされました。まあ、この報告書に基づきまして順次質問をさせていただこうと思いますけれども、まず指導体制についてでありますけれども、文部科学省の学校基本調査によりますと、公立学校に在籍をしている外国籍の児童生徒数は8万119人とされており、42.9% の3万4000、先ほどの335人が日本語指導が必要だというふうにされております。まあ、日本語指導が必要かどうかというのは、児童生徒の学校生活や学習の様子から判断をする、児童生徒の来日してからの期間を対象に基準としてそれを判断するとされ、また一方で日本語指導の必要性は認めているものの、日本語指導を行う指導者不足、指導教室の時間の指導教室や時間の不足、指導方法や教材がないなどの理由で指導を実施していないという回答がございます。まあ、本来指導が必要なのに指導が必要とでないと判断をされていたり、あるいは体制が整っていないということで指導が受けられないようなことが、まあ、実際のところ起こっていないのかどうか、まずお伺いをさせていただきたいというふうに思います。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。日本語指導が必要な児童生徒とは、日本語で日常会話が十分にできないもの、日常会話ができても学年相当の学習言語能力が不足し、学習活動への参加に支障が生じているもの、もうこれを指すこととしておりまして、これらに該当するかどうかにつきましては、ただいまご指摘いただきましたように、児童生徒の学校生活や学習の様子、児童生徒の来日してからの期間、あるいは日本語能力判定方法の活用、こういったさまざまな手段を活用することにより総合的に判断していただくことが適切と考えております。文部科学省といたしましても、学校や教育委員会における児童生徒の日本語能力の判断に資するよう、外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメントを作成配布しているところでございます。また日本語指導が必要である児童生徒のうち 23.7% が特別な指導を受けていない状況にございます。ご指摘いただきましたように指導体制が整っていないなどの理由でございまして、まあ、こういった形で特別な指導が受けられない状況を改善するため、指導支援体制の充実や教師支援員の資質能力の向上等に今後とも努めてまいりたいと考えております。近江誠君。日本語指導が必要かどうかという判断で、まあ、各自治体等々によってばらつきがないようにお願いをしたいということ、それから学校側の都合で、指導が受けられないというようなことがないようなこと、これは絶対にやってもらいたいというふうに思います。まあ、次に指導内容について、3点伺いたいというふうに思います。まあ、日本語の基礎を教える、サバイバル日本語を教えるなどの指導内容というふうになっておりますけれども、これはまあ日本語の習熟度によって段階を追って教えるということだろうというふうに思います。思いますけれども、国としてどこまで理解できるようになってもらいたいかというような、まあ、統一した指導基準だとか目標が一体あるのかどうか、それから、日本語指導を行っていない理由に、先ほど申し上げましたけれども指導方法や教材がないという理由がありましたけれども、まあ、現場の先生方とお話をしますと、教材を作るということ自体が相当大きな負担になっているというふうに聞きます。リライトをしたり、あるいは物がわからないので実際のものを用意したりということであります。まあ、そういうことでありますので、まあ、地域によって違う、また教科書も教科書会社、違う教科書会社のものを使っているということもありますので、そういう違う教材を使うというよりは、まあ、生活者としての、外国人のための日本語教育事業の標準的なカリキュラム案等に準拠をした、まあ、全国同じ教材を使って教えた方が、
まあ、教材開発や指導方法のノウハウが共有をできて現場の負担も減るのではないかというふうに思いますけれども、まあ、その点についても文部科学省にお伺いをしたいというふうに思います。またもう一つ、小中学校では国語と算数また数学を中心に教えているというふうに理解をしておりますけれども、他の教科、特に社会科はどうなっているのか、というふうに、伺いたいというふうに思います。近隣国のからの児童生徒、あるいは父兄の皆さん方からすると、我が国と歴史の認識が違い、あるいは領土の考え方が違うということでありますので、まあ、国としてどういうふうに対応するように指導しているのか、また教科書、社会科の教科書自体も、日本語指導が必要な、児童生徒には非常に、まあ正直難しすぎるということで、学校現場では独自の教材を作って指導しているというようなことであります。これも非常な負担になっているというふうに思いますので、これもまあ国で、まあ、統一的に同じような教材を扱った方がいいのではないかというふうに思いますけれども、この3点について、お伺いをさせていただきたいと思います。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。日本語指導が必要な児童生徒については、いわゆる生活者としての外国人とは異なり、単に日本語の学習を行うだけでなく、各教科の学習も行わなければならないことや、学校において学習することができる時間も限られていることなどから、一人一人の日本語能力を的確に把握しつつ、各教科等や日本語の指導計画や目標を立てることが大切であり、まあ、教科書や指導教材も一人一人の状況に似たものを使用することが効果的であると考えております。またご指摘いただきました現場の負担軽減という観点からは、文部科学省では平成15年度から18年度にかけて日本語教科統合指導のモデルカリキュラムである JSL カリキュラムを開発するとともに、平成23年度から先進地域での実践事例を集約普及するポータルサイトを構築したところでございます。このポータルサイトでは、各教科指導等において実際に使用したプリント教材などを検索入手することができるようになっており、今年度中にはこのサイト内容の抜本的な拡充も行う予定としております。なお、社会科をはじめとして各教科の指導を行う場合には、指導要領に基づいた指導を行うことが基本ではございますが、日本語指導が必要な児童生徒は我が国とは異なる文化的背景、生活習慣、行動様式、家庭の教育方針などを有していることから、指導に際してはこれらに対する配慮が必要であると考えております。大見誠君。はい、ありがとうございました。まあ、一人一人の日本語能力に応じて、まあ、オーダーメイドの教材を作っていく、指導していくというのは、まあ、同感でありますけれども、その分現場の負担というのはものすごく大きくなる。また社会科の教科書も同じように、作っていくというのは、やはりこれもそれぞれの現場がやっぱり負担をすることになりますので、これは国としてやっぱり考えていく必要があるんじゃないかということを申し上げたいというふうに思います。もう一つ、次は児童教育の教員への指導と父兄の理解についてちょっとお伺いをしておきたいというふうに思います。今回の調査では幼稚園とかが入っておりませんでした。しかしながら、小学校入学前までに子どもや、保護者が準備をしておくというのは、準備をしておくことなどの情報を提供するということは非常に大事なことであります。またそうした場として就学前教育を行うプレスクールの意義というのは非常に大きいものがあるというふうに思っております。まず幼稚園や子ども園の外国人の園児の在籍状況、これがどういうふうになっているのかお伺いしたいと思います。また、小中学校同様、幼稚園、保育園、今はまあ子ども園もありますので、子ども園などで言葉や宗教上から来る、食生活や、生活習慣の違いを子どもや教員、外国籍の保護者が理解するということは、スムーズに小学校生活を送れるようにするために極めて大切なことだというふうに思います。まあ、幼児教育を担っている現場の教員にこの点をどのように指導しているのか伺いたいと思います。またある、司教委では実はもう礼拝の場所を設けてほしいというような要望が寄せられております。これは複数の私、司教委で聞いております。公立学校と宗教などについてどういう理解を図っているのか、これらの指導なり、まあ、理解というのを多言語で、父兄に説明できるように、国として何か対応しているのか伺いたいというふうに思います。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。
まず幼稚園や子ども園における外国人幼児の在籍状況については、まあ、これは調査をしておりませんので把握はしておらないところでございますが、国際化の進展に伴い幼稚園において海外から帰国した幼児や外国人幼児などが在園することがあり、こうした幼児が安心して幼稚園等で生活できるようにすることは大変重要であると考えております。昨年の3月に改定いたしました幼稚園教育要領においては、海外から帰国した幼児等の幼稚園生活への適用について新たに項目を設けまして、幼児の実態に応じ指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うとしたところでございます。こうした記載を踏まえ各幼稚園では幼児への指導の工夫とともに、例えば教職員が外国の文化理解等に関する研修に参加したり、保護者への連絡方法を工夫したりするなどの配慮を行うことが考えられます。また公立学校の仕組みなどについての説明を各自治体でどのように行っているか具体には承知をしておりませんけれども、外国人幼児等の小学校入学後の円滑な学校生活に向けて今年度は新たに就学前の幼児保護者への支援について補助メニューに追加をしたところでございまして、各地域の特性に応じた支援体制整備のモデル化を文科省としても図ってまいりたいと考えております。近江誠君。私の住んでおりますところには私立の幼稚園にはもう外国人が来ておりますし、私立の民間の保育園にも外国人が来ております。さらには特別支援学校、まあ、高校ですけれどもそちらの方にもいたりということで、まあ、どこの教育機関にも今外国人があふれてきているというのが実態だというふうに思います。調査もせずにいろいろ指導の発出はされておるようでありますけれども、課題が見つけられるのかなというふうなことを正直思います。まあ、せっかく幼稚園教育要領というのを出していただいたわけでありますので、この際にまたしっかりと実態調査をしながら課題の把握に努めていただきたいというふうに思いますし、保護者への連絡方法も各自治体の方にお任せということでありますけれども、ある学校につきましては11カ国ぐらいありますので、正直その言語対応というのは非常に難しいですし、また共通する、科目と連絡方法という連絡項目というのもあろうかというふうに思いますので、こうしたものをやっぱり全国でやっぱり統一したものをひな形としてでも作っておく必要があるじゃないかということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。続いて指導人材について、伺いたいというふうに思います。日本語指導を行っていない理由に先ほど、指導者不足というのを掲げました。日本語を指導するという、教員免許は実はないということでありますけれども、したがって日本語指導というのは教師でなくても日本語を教える能力を持った、例えば民間資格の日本語協力教育能力検定試験などの能力を技能を持った人や日本語指導を行っている NP 法人を主に活用することができるのではないかなというふうに思います。特別な教育課程のお話もございましたけれども、そこでの主たる指導者の要件というのが教員免許を有する教員となっておりますけれども、この要件というのが教員の負担になっているという面もあるというふうに思います。取り出し教規を行って独自のメニュー教材を使って授業を行うということであるならば、ノウハウと能力、こうしたのがある、外部人材をメインにおいて活用することも可能ではないかというふうに思っているところであります。その点についてどんなふうにお考えかお伺いをさせていただきたいと思います。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。学校教育において日本語指導を行うにあたっては児童生徒の心身の発達や学習状況を理解するとともに児童生徒に対する教育方法や生徒指導についても十分に知見を有する者が指導することが必要と考えておりまして、教員免許を有する教師が主な指導者となることが必要であると考えております。一方、ご指摘いただきましたように日本語を教える技能を持った者やあるいは NPO 法人、こういった、方々を指導補助者として、積極的に活用することは、効果的であると考えております。文部科学省といたしましては、地方公共団体が日本語指導が必要な児童生徒の在籍する学校に対して日本語指導員及び母語支援員の派遣などを行う取り組みを補助支援しておりまして、引き続き外部人材の積極的な活用を進めてまいりたいと考えております。近江誠君。
はい、ありがとうございました。正規の教科書を使う場合には、教員免許を持った先生というのはあろうかと思いますけれども、取り出し教育で別の教室でまた違うメニューでやるというときに本当にそれが必要なのかというのは、これから考えていかなければいけない、学校の先生の負担ということも踏まえてトータルで考えていかなければいけないことだというふうに思いますので、今後ともまたご検討をよろしくお願いをしたいと思います。デジタル教科書についても少しご質問させていただきたいと思います。デジタル教科書が使えるようになりますと日本語指導にも活用できるのではないかという大変期待をしております。地元の碧南市というところでは今外国人児童生徒が非常に急増しておりまして、ICT 機器を教員に配布するということを今検討しているというふうに伺っております。ここでいうICT 機器というのはこの間の議論にあったタブレット端末ということではなくて多言語翻訳機であります。また同時にタブレット端末というのも実際のものを見せるという意味では必要でありますので、これは両方必要だということでありますし、両方とも Wi-Fi につながっているということが必要だろうというふうに思います。その中今年度、横浜市とそれから浜松市の政令市で、モデル授業を行っているという承知をしておりますけれども、来年以降、地方の日本語指導が必要な学校現場でこの ICT の活用と普及というのをどういうふうに行うのかお考えを伺いたいというふうに思います。高橋初等中等教育局長。文部科学省では平成30年度予算において地方自治体が行う取り組みを支援する補助事業の中で今ご指摘いただきました多言語翻訳システムなど ICT を活用した取り組みのメニューを追加し重点的に補助することとしております。今年度は横浜市及び浜松市などにおいて実証実験を実施することになっており、具体的な例で申し上げますと例えば多言語翻訳システムを活用して教育委員会の窓口において新たに来日途日した保護者が就学相談に来た際に外国語により様々な学校事情を説明しながら就学ガイダンスを行うこと、児童生徒への初期日本語指導の場面において児童生徒がわからない日本語を調べたり学んだ日本語を確認したりすることにより学習に役立てること、教師が保護者と懇談を行う際外国語によりきめ細かなコミュニケーションを図ること、こういった取り組みを行うこととしております。文部科学省としてはこういった横浜市浜松市などの取り組みの成果と課題を把握しつつモデル化を図り各地域への普及を今後図ってまいりたいと考えております。大見誠君。ありがとうございました。ぜひ、集中地域、特に急増している学校のところではもう来年度から確実に、配置ができるようなご努力を、切実に私はお願いをしたいというふうに思います。次に各機関の連携と地域グルメの展開についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒が在籍する市町村数というのは、全国1741市町村のうち825で 47.4% になっております。都道府県別では愛知県が7277人、2番目が神奈川県の3947人というのが多くて、少ないのは高知県の12人、岩手県の13人で、派遣で製造業が盛んな、地方で、しかも公営住宅があるところに集中化が進んでおり、それ以外のところでも散財化が起こっているということが言えるというふうに思います。今後も外国人が増加する傾向の中で、外国人との共生に苦慮しているのは学校だけではなく、集中化が顕著な地域や外国人が多く住んでいる公営住宅の自治会などもございます。私の住んでいる知立市のところの知立東小学校というのは、児童生徒全校で300人のうち160人から70人が外国人、そこの隣に隣接をしております UR の、住宅も6割が外国人だというところであります。そこで、つい先頃は、外国人による殺人事件も起こっておりますけれども、まだ逮捕はされておりません。そういったことがございます。学校での指導の点からは集中地域、散財地域、幼稚園、小学校、中学校、特別支援校、外国人という、外国人の特別枠を持つ高校、
NPO 法人などで情報交換や教材の開発や相互利用、進路指導などを円滑に行うため、教員養成系大学を中心としたネットワークを作っていくということが必要だというふうに考えます。また集中地域では、災害時の対応や防犯面で地域社会での相互理解を深める点から、自治体、住宅設置者、教育委員会、学校、PTA、企業、国際交流協会などの組織が協力をして、緊急時の対応や問題意識の共有と課題解決、通訳派遣などの協力を行うなどの話し合う、そうしたことを話し合う、協議会の設置が必要だというふうに思われます。国として、関係機関が連携してネットワークや協議会の、モデルを作っていくということが必要だというふうに思いますけれども、お考えを伺いたいというふうに思います。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。外国人児童生徒等については日本語指導のみならず生活支援や進学進路等のさまざまな問題があると認識しており、これらの問題に対応するためには教育委員会や地域の NPO 法人等がさまざまな関係機関等と連携して地域におけるネットワークを形成し包括的な支援を行うことが必要と考えます。こうしたことから地方自治体が行う取り組みの支援事業において教育委員会、学校、大学、企業、NPO 法人等の関係者、協力者で協議会を構成し、地域における外国人児童生徒等の支援について協議を行う取り組みに対して、文科省としても補助を行っているところでございます。文科省といたしましては、こうした取り組みを各地域においてより一層充実させる必要があると考えております。委員のただいまのご指摘も踏まえまして、その充実方策について検討してまいりたいと考えております。近江誠君。自治体への、取り組みに対して補助を行っているというところでありましたけれども、ぜひそうした自治体任せのことではなくてモデル地域を作って積極的に関与して、取り組むような姿勢を作っていただきたいというふうに思っているところであります。時間がありませんので残り時間基本的な考え方について、お伺いをしていきたいというふうに思います。質問を通じまして、日本語指導が必要な児童生徒の課題を伺いました。あらゆる点でまだこれからだという印象を持ちました。この取り組みというのは、そもそも論でありますけれども、外国人がその保護する子を、公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には無償で受け入れ、教科書の無償供与や就学援助を含め日本人と同一の教育を受ける機会を保障しているものと理解をしております。しかし何をどこまで教えるかというゴール、これがはっきりしていないというふうに私は感じております。また日本語指導が必要な児童生徒のいる学校での日本人の児童生徒にとっても学校という多文化共生社会の中で、社会的文化的背景が違って言葉が十分伝わらない状況の中で意思疎通を図るという経験というのは、これは言葉を英語に変えれば、世界で今日本人が苦労している状況に当てはまるというふうに言えます。グローバル社会の中での対応力という点で日本人にとっても生かしていけることが多いのではないかというふうに感じております。その上で人口減少社会を迎えるにあたり外国人の増加は避けられず日本語指導が必要な児童生徒が全国の自治体の約半数近くに存在するという状況を踏まえますと我が国に親しみや身近さを感じる人材を育てていくこと、将来日本国内だけでなく海外で活動している企業などでも我が国に理解のある人材として産業や文化交流などさまざまな分野で外国人児童生徒の母国と我が国との架け橋となる役割を担ってもらえるように大きな目標を持って日本語指導を行うことが必要だというふうに考えております。今後は日本人にとってもコミュニケーションの難しさを超えて相手の考え方を把握し自分の考え方を理解してもらうという対応力を磨いていくことが国際化の中で大変重要になってまいります。日本語指導が必要な児童生徒がいる学校ではこうした視点の指導というのがこれから必要になってくるというふうに私は考えております。その意味で、改めて、そもそも日本語教育を行う目的というのは何なのか、そして、日本語教育が必要な子どもたちに、
将来どういう人になってほしいと願っているのか、また日本人の児童生徒には、貴重な経験をどう生かしていくようにしているのか、基本的な、考え方や方針を伺いたいというふうに思います。その上で、しっかりとした基本方針のもと、現場が困らないように外国人日本人双方に有用な充実した指導を進めていかなければならないと思いますけれども、政府の見解を伺いたいというふうに思います。丹羽文部科学副大臣。お答えいたします。日本語指導がですね、必要な児童生徒の日本語能力は一人一人さまざまであります。これらの児童生徒がですね、日本語を用いて学校生活を営むとともに、学習にですね、取り組むことができるようにですね、日本語の能力を身につけさせることが重要だと考えております。また日本語指導のみならず、一人一人のですね、日本語能力に応じて各教科等のですね、指導をきめ細かに行うことも重要であります。これらによりですね、当該児童生徒が自信や誇りを持って学校生活において自己実現を図り、将来的にはですね、我が国とですね、出身国等のですね、架け橋となるような人材となっていただきたいというふうに考えております。さらにですね、これらの児童生徒と共に学ぶ児童生徒につきましてですね、互いに尊重し合う態度を育て、国際理解を深めるとともに、国際社会に生きる人間として望ましい能力や態度を育成していただきたいというふうに考えております。こうした考え方に基づきまして、文部科学省といたしましてですね、今後とも日本語指導が必要な児童生徒へのですね、支援に努めていきたいというふうに思っております。なおですね、大見委員の、お話の中にはございませんでしたが、今大見先生もですね、多分ご存知かもしれませんが、日本語教育推進議員連盟が、自民党内また超党派で進められております日本語教育推進等、推進基本法のですね、制定に向けて検討を進められているという話も聞いておりますので、この基本法のですね、制定が外国人児童制度等へのですね、日本語教育を含め日本語教育全体のですね、推進に資するものとなることを期待いたしております。大見誠君。には副大臣からご答弁をいただきました。掲げる目標は大きいんですけれども、現場の指導というのは、もう現場の先生方の日々情熱と努力によって支えられているというところだろうというふうに思います。ノウハウを共有できるという点では、教員養成大学あるいは外国語学部、まあ、こうしたところの教員あるいは学生さんというのは、そうした力を持っておられる皆さんだというふうに思いますので、まあ、ぜひそういうネットワークをしっかり形成しながら、そして外国人が増えてきているというのは、とりも直さず製造業の企業の皆さん方が海外に工場を作り、そこから、まあ、そこの幹部となるべき労働者を国内で養成をしているという側面もあろうかというふうに思いますので、企業の皆さん方ともしっかりと連携ができるような、連携体制、これを構築をしながらやっぱりやっていっていただくというのが必要だろうというふうに思います。日本語教育推進議連は長谷先生が一生懸命やっていただいているというふうに私も理解をしております。しっかり私も基本法の制定に向けては微力でありますけれども努力をさせていただいて、ぜひ日本において、学んでおられる児童生徒が将来日本の、まあ、審判になるような、まあ、そうした環境を作ってまいりたいというふうに思いますので、私からも与党の皆さん方、また野党の皆さん方にしっかりとご協力いただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。